リップル価格上昇情報を入手しました。 X の決済通貨でほぼ決定。1月20日に備えよう。仕込み時は M。 今回の動画のキーワードプレゼント用意しております。リップル購入検討者必見の内容です。キーワードは XRP レポートです。概要欄にある LINE を追加していただき、キーワード XRP レポートと LINE まで送ってください。また LINE 追加後には奥塾奥塾ネクストという豪華特典も用意しておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。どうも村松です。投資家村松はこのような活動を行っています。奥塾という愛情投資専門の学習サービスと、奥塾ネクストというめちゃくちゃ膨大なカリキュラムと課題で勉強する仮想通貨学習サービスを行っています。ちなみに奥塾ネクストを開催したことで受講者の方たちのレベルが飛躍的に上がりました。真剣に取り組めばマジで人生変わるので頑張ってください。また最近テレグラムも始めました。また村松公式テレグラムではビットコインチャート分析やおすすめコイン情報などを最速で発信していきます。公式 LINE に登録はしたはいいけど、この後どうすればいいのという方はこちらのアンケート回答していただくことで個別で徹底サポートもさせていただきます。ぜひ動画下の概要欄から LINE、Telegram の追加よろしくお願いします。ということで今回の動画ではイーロン法炸裂までマジか、リップル特集です。リップル価格上昇の裏側徹底解説。 X 決済通貨にとんでもない最新情報が。リップルの IPO 情報、 ETF 承認はいつ、リップルとステラの仕込み時は、リップルホルダー注目の最新情報をまとめました。これから購入しようか検討している方は必ず最後まで動画のご視聴お願いします。それではまずリップルの価格上昇の裏側についてね、解説していきます。リップル急上昇の主な要因としては、SEC とリップル社の長期にわたる裁判が終結し、ゲンスラー委員長の退任が大きな影響を及ぼしております。リップル訴訟問題という裁判がありましたが、この裁判を簡単に説明すると、リップル社が販売する XRP が証券に該当するか否かをめぐる争いでした。この裁判が落ち着きを見せると、リップル社と米国政府が協力して市場を盛り上げてくる可能性があります。実際、今回の価格上昇は個人投資家ではなく機関投資家の影響が大きいと考えられます。それではリップルの最新チャートを見ていきましょう。リップルは2018年に最高値を迎え、その後どんどん落ち着きを見せ、2021年にまた高値を迎えました。で、2021年からガクッと落ちてしまったわけなんですが、現在はまだ最高値を更新できていません。こちらがリップルのドル建てのチャートでした。では続きまして、リップルの円建てのチャートを見ていきましょう。こちらですね、先ほどと同じように2021年の最高値、円建てのチャートでは最高値更新していますよね。また先ほど説明したように、円建てチャートで2021年の最高値を超えたことも日本市場での注目度を高めています。ただしドル建てのチャートでは2021年の高値に到達していません。これが意味するのは円安の影響が大きく、日本市場と海外市場では状況が異なるということです。また余談ですが、私の動画ではビットコインの価格分析などをよくしていて、円建てのチャートをドル建てのチャートをどちらも使うことが多いんですけれど、どのように分けているかというと、円建てのチャートではこれからビットコインを買おうと思っている人向けの何円で購入しましょうというような内容を解説しています。また逆にドル建てのチャートでは、すでに持っている人がどの部分まで来たら利確するだとかという解説を行う時用に使用しています。基本的に直近の価格分析などを行う時はドル建てのチャートを使用した方がいいです。この点だけしっかりと初心者の方は押さえておきましょう。X 決済サービスの新機能が話題となっております。イーロンマスク氏は最近ドル記号のアイコンを使った新しい送金機能を示唆する投稿を行い注目を集めました。この機能は X ペイメントと呼ばれるもので、仮想通貨を活用した新時代の送金プラットフォームになる可能性があります。またリップル社の CEO もこの X ペイメントにリップルを統合する計画を進めていることを明言。これによりリップルが国際的なデジタル決済のスタンダードになる日が近いのではないでしょうか。リップルが選ばれる理由には、やはりその圧倒的な取引スピードとコストの低さがあります。従来の国際送金では数日かかる取引がリップルでは数秒で完了します。また送金手数料も非常に低いため、これが多国籍企業や個人の間で急速に採用される理由です。リップルの IPO 情報、SBI ホールディングス北尾社長の発言が話題にということですが、まずはこちらの記事を見てください。こちらコインポストさんの記事ですが、 SBI 北尾社長、仮想通貨リップルで早く安い送金システムを確立する。 SBI の北尾社長がリップルに言及した内容となっております。北尾社長は2019年4月にリップル社の役員に就任しています。 XRP を使った送金事業に注力していく意思を再び強調しました。また最近の北尾社長の X でのポストで、このように早く IPO の準備に取り掛かるべきだというようなポストをしていました。ではここでリップル社の IPO が何を意味するのかについて簡単に説明すると、まず1つ目、 IPO による資金調達の強化、そして2つ目が市場での透明性や信頼性が向上するということです。これら2つがリップルの価格に好影響を与えると思います。
では具体的にリップル社の IPO が実施されるとどうなるのかについて解説をしていきましょう。まずリップル社がナスダックなどに上場すれば XRP への投資が増加する可能性が非常に高いですよね。現在個人投資家で100万とか200万とかの単位で XRP に仕込んでいる人多いと思いますけれど、ナスダックに上場すればその10倍いや100倍の資産を持っている人たちが XRP を投資対象として見るかもしれません。またナスダックの市場規模というのは13兆円超えです。仮想通貨全体市場の3倍も市場が大きいんですよ。つまりこの資金がリップルに流れ込むことで価格の高騰が期待されるということです。では続きまして ETF の承認について見ていきましょう。まずはこちらの記事をご覧ください。こちら最新の記事です。リップルの ETF 申請に向けた動き、ウィズダムツリーが法定信託を登録。資産管理会社ウィズダムツリーは25日デラウェア州で XRP の ETF に関連する法人を登録しました。正式な申請までには一定の期間を要すると見られていますが、本格的な準備に入ったということです。またウィズダムツリーという会社はすでに現物ビットコイン ETF を展開する数社のうちの一つです。ビットコイン ETF の資産運用額としては560億円。また5月にはロンドン証券取引所でビットコインとイーサの現物 ETF 商品の上場も承認されています。また今後はソラナの現物 ETF 申請についても前向きに検討し合っているということです。ということで記事を見てもらったわけなんですけれど、リップル ETF 申請中の投資会社が3つあり、それらの IPO が成功後に承認される可能性が急上昇しています。これにより投資需要が爆発的に増えると私は予測しています。それらの要素を踏まえた上でのリップルの価格予想について見ていきましょう。こちら一部アナリストによるリップルの価格予測です。要因などについてはこちらに書いてあります。ゲイリー・ゲンスラー辞任の可能性などについて、強気のテクニカル指標、そしてリップルの使用ケースの拡大が需要を促進しているということです。そして価格予測としては現実的な目標として5ドルから8ドル、そしてリップルが26ドルまで急騰する可能性も無視できません。現在の価格が 1.45 ドルですから、現実的な目標として3倍から5倍ぐらい。もしもリップルが26ドルまで急騰した場合であれば、17、8倍の特大高騰です。それではここからはリップルとステラの仕込み時について解説していきましょう。こちらの動画概要欄にも貼っておきますが、こちらの動画で私なりの X 決済通貨の候補について予測しました。そこで第3候補として私が挙げたのがリップルオアステラルーメンです。リップルもステラルーメンも、まあ、似たような特徴がありますが、個人間取引で言えばステラ、国際送金で言えばリップルみたいな感じです。ということでリップルとステラの仕込み時について見ていきましょう。現在リップルとステラは注目度が非常に高く、価格も上昇傾向にあります。しかしどのタイミングで購入し、どのタイミングで売却すれば最大の利益を得られるのかについて、次の仕込みタイミングなどを踏まえて解説をしていきます。まず大前提としてリップル、ステラの価格は長期的には上昇トレンドを描くと思っています。またその要因として私が冒頭で挙げたゲンスラー委員長の解任や SEC 裁判の終結などもあります。そして X 決済サービスへの統合が正式発表される前後では大きな価格変動が起きると思います。要するに正式発表される前までに必ず仕込まないといけないということです。正式発表されればそれはもう価格上昇して当然なわけですから、これはまあ少し博打にはなるんですけど、正式発表される前、価格が安い時に仕込む、これがリップルとステラの仕込み時というか仮想通貨で稼ぐ鉄板の方法です。なので今できることとしては少額でコツコツと積み立てをすることです。そして価格が大きく下がったタイミングで追加購入するのがおすすめです。現在は短期的な上がり下がりを繰り返しているので、マイナス 10-20% くらい下がったタイミングで追加購入してみるのもいいでしょう。ということで以上で今回の動画を終わりたいと思います。今回の動画を見てくれたあなたにプレゼントがあります。キーワードは XRP レポートです。概要欄にある LINE を追加していただき、こちらのキーワードを送ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が気に入ったらぜひチャンネル登録といいね、そしてコメントもお願いします。 LINE と Telegram も運営中です。 LINE 登録していただくと IDO について学べる奥塾や仮想通貨投資無料学習サービス奥塾 NEXT に参加できます。 LINE、Telegram の追加は概要欄からどうぞ。投資で人生に彩りを、新しい学びの楽しさを、今日も皆さんいい一日にしていきましょうね。バイバイ。